最貧困層にも安心な出産を、アドライスの AI で出産死亡率低減に挑戦についてお話しいたします。私たちアドライスは東大発 AI スタートアップとして各領域のトップレベルの人材が集まっている企業です。これまでブラックボックスであった AI の判断過程を見える化する特許技術を開発し提供しています。動画をご覧ください。この動画は AI で検知している様子です。画面上部のつまみを動かしているのは現場の病理医です。つまみを動かすことで検知結果が変わることがご確認いただけるかと思います。このように現場のプロフェッショナルの判断を学習させ、現場を助ける AI を開発しています。さて、ここからはアドライスが中南米で挑戦したい課題についてお話しいたします。アドライスが挑戦する課題は出産死亡率の低減です。中南米カリブ地域では年間2万2000人の妊婦が命を落としています。大きな死因の一つに妊娠高血圧症があります。これは若年層の妊婦、計産婦に多く見られる疾病です。そして若年層の妊婦の約 30% は最貧困層です。ハイリスクである妊婦をスクリーニングするために、まずは最貧困層にコンタクトを取りたいと思います。貧困により交通費、医療費が負担できず、医療へアクセスできない妊婦がいます。若すぎる妊娠、出産は、ハイリスクであるにもかかわらず、貧困により病院へのアクセスもままならないということです。しかしながら、支援可能な資源は限られています。医療資源を必要としているハイリスクの妊婦を見つけ出す必要があります。アドダイスの AI で何ができるか、それは、ハイリスクの妊婦を見つけ出すこと、最適なスクリーニングです。アドダイスの AI を使った、スクリーニング方法についてご説明します。ウェアラブルでデータを集めて、ハイリスク妊婦を見える化します。クラウド AI で見守りたい人たちのデータを自動で収集し、集中管理します。測定値に危険な値を示している妊婦がいれば、アラートを配信するだけでなく、過去に遡ってデータを確認することができます。健康管理は個人任せではなく、周りが見守ることが重要です。妊婦のバイタルデータを関わりのある機関と共有し、アラートも関係者に自動で通知することが可能です。出産で失われる命を救うアドダイスは、2030年までに世界の妊産婦の死亡率を出生10万人あたり70人未満に貢献します。株式会社アルムチームプラットフォーム部長の金沢優子です。今回採択されましたモバイル眼底カメラと AI 診断プラットフォームを用いた眼科遠隔診療サービスについてご説明します。株式会社アルムはメディカル ICT に特化したスタートアップ企業で、 ICT の力で医療の格差やミスマッチをなくすことを目標に掲げています。本社を東京に置きまして、チリ、ブラジルを含め世界に9つの営業拠点を持ち、世界市場をカバーしております。私たちが注目する医療課題は、地域的、経済的に眼科専門医療へのアクセスが不十分なために、視力を失う人が南米でも増加していることです。失明原因となる疾患の代表的なものは眼底検査で検査できますが、従来はこのような据え付け型の大型で高価なカメラが必要でした。本事業では、ブラジルのスタートアップ企業であるフェルコム社のモバイル眼底カメラアイヤーを活用します。このアイヤーは従来機器に比べ安価で持ち運びができることが特徴です。このアイヤーと私たちアルムの医療機器プログラムである医療関係者間コミュニケーションアプリジョインを連携させ、遠隔地にいる専門医に画像を送って読影してもらう遠隔医療スキームを構築します。アイヤーに連携する診断 AI もジョインに搭載することが可能です。アイヤーは比較的簡単に前眼部、眼底の写真を撮ることができるので、例えば看護師や検査技師が医療アクセスの悪い地域にアイヤーを持って行き、検査画像をジョインで都市部にいる眼科医に読影を依頼することで、医療資源の近点化や疾患の早期発見を目指します。ブラジルでの実証の様子がこちらです。本事業では、チリでの実証を検討しています。世界的インパクトとしては、経済的な損失もさることながら、個人の QOL の低下や経済的困窮につながりやすいため、SDGs の中でも特に注力すべき課題だと考えています。本スキームでは、遠隔診療体制の構築により、地方部や経済的な貧困により、眼科医にかかることができなかった層にもアプローチができるため、眼科診療のボトムアップが可能だと考えています。翼2021の枠組みを利用し、チリにおける医療格差の是正にチャレンジしていきたいというふうに考えています。サスナクラフトの末次と申します。
ブラジルなどで森林がなくなっていてまずいらしいというのは皆さんご存知のことかと思います。それに対して森林を守る活動への経済的なインセンティブとしてレッドプラスに代表されるようなカーボンクレジットという仕組みがあります。これは非常に有効に機能している一方でジャンクカーボンクレジットというような批判も上がっています。これはいくつか理由がありますけれども、一つには例えば短所レベルと呼ばれるプロジェクトがなかったらどうだったかっていうその半日仮想的なベースラインの設定が不適切であるというようなあの批判が上がっています。それに対して我々は民間事業者の資金を森林を守る活動にうまく循環させるようなスキームを作ろうとしています。ここで透明性とグローバルスタンダードへの準拠という2つが重要だと考えています。これは各プロジェクトのオペレーションだったり結果を衛星ベースの低コストのモニタリングを通して第三者が誰でも見られるような形で透明性を担保して開示していくというのを我々のプラットフォームでやっています。その中で使う手法というのもグローバルスタンダードになりつつある最近提案されているアプローチというのをプラットフォーム上に実装しています。これがどのような社会的インパクトをもたらすのかということですけれども、まずその CO2 の固定量を増加させるという意味では、全球レベルへの気候変動に貢献できると考えています。一方で、ただ、そもそも森林減少がなぜ進んでいるのかということを考えたときに、現地の各ステークホルダーが経済合理的な意思決定をした結果であるという認識から始める必要があると思っています。これは中南米のエリアの農業収益の度合いを示したもので、赤いところほど収益が高いところを示していますけれども、赤いところっていうのは実際にいくつかは森林から農地転換されて、今実際にこうかなり大規模な大豆の産地になっている部分もあります。ですので、カーボンクレジットという仕組みがあったとしても、その価値が農業だったり畜産から得られる収益を上回らない限りは、そのプロジェクトが長期に持続するというのは非常に困難になります。ですので、そのローカルコミュニティの豊かさと、あとは環境インパクトという2つを両立させることが、プロジェクトが成り立つための必要条件になると考えてますので、我々としてはその2つを達成すべき社会的インパクトであるというふうに考えています。私たちシングルアパートメーションズは犯罪予測システムを開発しています。私自身が7年前にイタリアのボローニャという町に住み始めた際にたびたびセブの被害に遭ったことがきっかけで会社を創業しています。私たちは世界の悲しい経験を減らしたい。そのためにですね、コンピューターサイエンスがもたらす機能で安全に関わるすべての人の能力を最大化していこうというところに挑戦しています。私たちは計算犯罪学のプロフェッショナル集団です。クライアントとしては警察庁さん、名古屋さんといったガバメントを中心としたところが私たちのクライアントです。私たちの犯罪予測システム、クライムナビは、いつ、どこで未来の犯罪が起きるかというのを予測します。こちらにあるのは、東京都で、軽犯罪情報を使って予測をしたデモンストレーションです。予測結果のヒートマップと、実際に犯罪がどこで起きたのかという黒い矢印を比べてあげますと、確かに犯罪が起きやすいと予測されたエリアを中心に、犯罪が起きている傾向が見て取れると思います。こちらを見ますと、例えば警備をするという観点で言うと、危ない場所を重点的に回るように警備を行った方が効果が高そうだというふうに期待できると思いますし、旅行者など、ちょうど7年前の私のような旅行者にとってはですね、危ない時間帯や場所を事前に通知することで被害を防げるのではないかなと期待できると思います。ここでよりユーザーに使いやすい形にするために、犯罪予測結果に基づいて最適なルート、警備のルートや安全ルートを作ることができる、そうしたシステムを開発しました。犯罪予測するのに必要な様々なデータを収集してまいります。犯罪データや人口統計、土地の利用の仕方のデータ、地図のデータ、天気、そうしたデータです。犯罪というのは非常にこう件数が少ないスモールデータであるという特徴があるんですけれども、そうした場合でも精度を上げるために、時間情報による予測と空間情報による予測を大きく分けて2種類の独自のアルゴリズムを開発しています。それぞれ極めて高速、高精度なアルゴリズムになっています。私たちのシステムを使って警備を行うことで、従来手法に基づいて警備を行うのに対してですね、犯罪に実際に遭遇する確率というのを 1.5 倍に上げることができるという、そうした計算検証も出ています。このクライムナビに基づきまして、パトロールコミュニティというモバイルアプリとウェブアプリのサース型のサービスを提供しています。犯罪予測に基づいて最適な警備の経路を作ったり、その GPS 情報を取得して電子日報を自動作成できたり、管理できたりという、そうした機能がある、サービスになっています。これによってこれまで紙の形で管理されていた警備業務をですね、効率化を行うことができます。パトロールにまつわる業務が一つのアプリで簡単に管理可能というわけです。パトロールコミュニティは、パトロールにまつわる業務を一つのアプリで簡単に管理をすることができます。
このシステムを使って、非常にこう治安課題が大きな課題になっている中南米に対してですね、私たちのシステムを提供することで、警備を効率化する、安全情報を届けることで、犯罪の被害を減らしたい、そういった社会課題に取り組んでまいります。新スペクティブの高見と申します。よろしくお願いします。弊社は内閣府の研究開発プログラムから生まれた日本のスタートアップです。世界最速での資金調達や18カ国から集結した技術者の集団であること、衛星を作ることから解析サービスまでを行う世界で唯一の企業という特徴を持ちます。自社で開発する衛星は雲でも夜間でも地面の変化を捉えることができる特殊な衛星となっています。自社衛星とソリューションサービスを組み合わせることで、これまではデータの取得と解析技術者が異なることで、時間とコストがかかっていた部分が安価な小型衛星を用いた高頻度な観測と自動解析により、これらのコストの低減を実現しています。事業アイデアとしては、中南米カリブ地域の防災インフラ分野におきまして衛星解析を行い、ウェブ配信によるソリューションサービスを提供し、衛星活用の効果を実感していただくことを目指しています。社会的インパクトとして3つございます。1つ目は、広域的で効果的な地盤変動箇所の検出です。グアテマラの事例では、現地政府で認識していなかった新たな地盤沈下の箇所が3箇所ほど見つかりました。2つ目に、リスク分析に基づいた測量コストの削減です。現在、土砂災害などのリスク検出に対して時間や測量コストが増加しています。そこで弊社のサービスを活用することでリスク分析に基づいた予防保全対策の実施により効率的な測量コストの削減が可能となります。最後に自立発展的な分析プラットフォームの提供で弊社のサービスではユーザー様により衛星解析結果を分析できるプラットフォームを提供しています。解析結果を直接的にデータ出力することで、ユーザー様が持つデータとの比較も簡単に行っていただきます。また、現在、中南米カリブ地域における広域防災事業において、防災情報プラットフォームが注目されています。そこで、弊社のサービスの強みとなる自動解析による M 経由での解析結果の提供という特性を生かし、今後構築されるプラットフォームへの CSV 連携、API 連携が容易になると考えられます。翼プログラムでは、JICA 様、IDB 様と共に、弊社のサービスを持って、中南米カリブ地域の発展に貢献することを目指してまいります。ダイブイントゥーコードのノロと申します。私は、ダイブイントゥーラティンアメリカ、オフショア教育で中南米に IT 教育と雇用の機会をというアイデアで、今回翼2021に採択いただきました。私たちが解決したい課題は、南米、中南米のですね、職業訓練、雇用マッチングの課題を解決したいというものです。この課題、2つ大きくありまして、まず1つ目は日本の IT 人材不足の解決。そして2つ目が、中南米の若者の失業率や職業訓練へのアクセスを解決していきたいと考えています。まず1つ目がステップ1ということで、この画面の上の方ですね、オンラインのデジタルトランスフォーメーション、DX 学習ですね。こちらは日本の受講生に対して、私たちがですね、今保有しているオンライン学習サービス、ダイバーというものがあります。弊社が運営しているオンラインの学習プラットフォームのようなものなんですけれども、ここを通じてですね、プログラミングですとか、新しくプロトタイプの開発をしたいという方がですね、学ぶための教科書とか、あとは課題を提出できたり、質問の投稿ができたりという仕組みが全て揃っています。ここに対してですね、受講生が学びながら、そして、わからないことがあったときに質問をしたりとか、課題の評価を受けられるというものになります。じゃあ、ここに対してですね、中南米の、どのような、サービス提供があるのかという話なんですが、これが右側になりますけれども、中南米の若者に対してですね、主に大学の卒業生ですとか、コンピューターサイエンスを学んだ方たちですとか、こういった方たちに対してですね、まず最初に私たちの日本人向けに提供するカリキュラムをですね、スペイン語に翻訳したり、フランス語に翻訳をしてですね、それを彼らに提供し、それを卒業していただいたらですね、スタッフとして、メンターとして、この日本人の受講生のサポートをするというモデルになります。で、日本人の受講生から受講料をいただきながらですね、この運営するんですが、まあ、肝心のですね、言語の壁というのをですね、翻訳ツールで乗り越えていきたいと考えています。そして2段階目が、同様にですね、オフショア開発においてもですね、彼らの特に中南米の若者たちがですね、直接日本の顧客に対してコミュニケーションが取れるような形で翻訳ツールを使うことでですね、
コミュニケーションのミスマッチですとか、そういった誤解をなくし、そしてより品質の高いサービス提供ができるようにしていくということに活用していきたいというふうに考えています。株式会社チャイナジーは風力発電にイノベーションを起こして全人類に安心安全なエネルギーを供給するというビジョンを掲げているスタートアップです。次世代型の風力発電機の開発を行っております。我々の大きな目標となっているのはマグナ式風力発電機ということで、台風のような強風下でも安定的に発電できるということが既存技術との違いになります。この垂直磁気化とマグナス効果を組み合わせたのは世界で初めて、我々弊社だけが実現している特許技術でして、世界では我々だけがこの技術と実用化までつなげているというのが現状としてあります。で、この風車の特徴として、通常のプロペラ式風力発電機では発電できなかった強風域でも継続的に発電することができるというのが我々の風車の特徴です。で、さらには、カテゴリー5と言われる最大の台風においても耐えることができるということで、今後、激甚化する台風災害の中でも安定的な電力供給を実現することができるのが我々の技術になります。このテクノロジーを使って、我々としては、マグナス風車、また通信エッジ技術との組み合わせにより電力と通信を災害時でも安定的に供給する。また再生可能エネルギー電源を活用した地産地消のエネルギーの消費ということを実現していきたいというふうに考えています。我々が捉えている市場というのは、熱帯低気圧、特に台風、サイクロン、ハリケーンといった大型の気象災害が起こり得る地域でして、日本やアジアの国だけではなくて、中南米やカリブ海、または東アフリカといった地域に今後進出していきたいというふうに考えております。で、この市場というのは既存の風力発電機ではなかなかカバーできない地域になっていますので、我々の技術の強みというのが出てくるかなというふうに考えております。中でもカリブ海の地域というのは、今後、多く再生可能エネルギーが導入されていくという中、一方で、まだ発展の途上にある地域ですので、電力アクセスの課題、また環境負荷の課題というのがあります。そういったところで我々のテクノロジーを使って再生可能エネルギー、脱炭素に向けた流れ、またハリケーンによる災害を防災または減災につなげていくということが我々の技術によってできればというふうに考えております。皆さんこんにちは。ミュージックセキュリティーズ株式会社の杉山と申します。弊社は2000年創業、2001年に設立をした会社です。もともとはミュージシャンが活動するための資金をファンから集める音楽ファンドから始まった会社です。今ではその仕組みを応用し、中小企業がリスクマネーを調達することができるインパクト投資のプラットフォームセキュリティを運営をしています。今回翼に提案しているアイディアというのは、ペルーの中小企業者のための新たなファンディングの仕組みを作るものになります。2014年に最初のファンドを組成をしまして、それがきっかけで2019年には子会社も設立をいたしまして、それ以降中小零細事業者のための新しい資金調達の仕組みを作る準備をしてまいりました。昨年2020年にブロックチェーンを使った音楽投資システムというのの特許を取得したんですが、今回提案しているアイディアでは、その音楽投資システムの部分を新たにペルーの中小事業者向けの仕組みに改変し、新たな資金調達のプラットフォームを作ることを目指しています。私たちが中南米カリブで実現したい社会的インパクトですが、これは一言で言うと金融アクセスの拡大、中小事業者の皆様へ新たな資金調達の手段を提案するというところです。ペルーは金融機関による融資の金利が高く、一方で資本市場が十分に整備されておらず、零細中小企業の挑戦を支援するファイナンスの仕組みが十分に整備されているとは言えません。私たちがこのプラットフォームを作る際には、社会的課題の解決に取り組む事業者様を特に支援していきたいと思っておりますので、このプラットフォームを
通じてインパクト投資が拡大をしていけば、様々な社会的な課題が解決されることにつながると考えております。代価の内川です。この度はオープンイノベーションチャレンジ翼2021へご関心を持ちいただき、誠にありがとうございます。本年のチャレンジは、中南米カリブ地域を対象に、各国の SDGs 達成に向け、開発インパクトが期待できる革新的なアイデアを持つ国内スタートアップ企業の発掘を目的といたしました。結果、23社の応募があり、選考の結果、8社のスタートアップ企業を採択いたしました。採択企業へは、約2ヶ月強のサポートプログラムを通じて、その先の様々なチャンスを勝ち取れるよう徹底サポートすることになります。中南米カリブ地域という日本のビジネスシーンにおいて、あまり馴染みのないエリアを対象とするチャレンジでしたが、意外に反響は大きく、まさに JICA がこれまで接してきた各国が抱える開発課題に資する分野、医療、教育、金融、治安、気候変動、防災、エネルギーなど、これらの課題にテクノロジーのフロンティアでしのぎを削る企業が集まった印象で、大きな可能性を感じました。選考にあたって、JICA として特に重視したポイントは、私どもが日々挑戦するテーマに新たな可能性を見出してくださるアイデア、JICA として描く開発戦略、これは近日公開されますが、グローバルアジェンダに付加価値をもたらす可能性のあるアイデアを特に重視いたしました。さらに、SDGs の理念である、誰一人取り残さないインクルーシブなアプローチにコミットしている企業であること、また、私自身が唯一の女性審査員でしたので、ジェンダーの視点からも審査させていただきました。今回のチャレンジにご応募くださった関係者の皆様には、翼コミュニティの一員となっていただき、国際協力のパートナーとして、私たちと一緒に SDGs 達成に向けた活動を推進していっていただきたいと期待しております。今期の取り組みを踏まえて、来期はバージョンアップした翼を企画して、さらに革新的なアイデアを持つ仲間が増えることを期待しております。IDB ラブの竹内です。IDB は、インターアメリカンディベロップメントバンクの略称で、中南米カリブ地域の持続的な経済社会開発支援を目的とする国際開発金融機関です。本部は、米国のワシントン DC にあり、IDB ラブは、この IDB グループのラボラトリーです。現在、世界40カ国が加盟しており、日本はその最大の資金拠出国です。革新的なビジネスモデルや技術を活用した開発効果の大きい民間主導のソリューションを、贈与及び出融資にて実証支援しています。改めまして、IDB ラブと JICA の共催する翼に参加いただいた方々に感謝いたします。中南米カリブ地域は日本から距離がありますが、数多くの方々から応募いただけたことを JICA とともに大変嬉しく思っています。外部審査員を含む厳正な審査が今回行われましたが、IDB ラブとしては具体的にどの程度の開発インパクトが期待できるか、革新的な開発アプローチになり得るか、ビジネスとしての拡張性を備えているかを特に重視しました。全体としてデジタル技術を活用した革新性の高いアイデアが多く、中南米カリブ地域の抱える開発課題が強く意識されていた点は素晴らしいと感じました。具体的に自社の技術やサービスがどの開発課題に活用可能か示されており、その強みが明確に訴求されていました。さらに、プレゼンテーションにおいては各社のビジョン、今回応募の動機、事業計画と提案内容との整合性など熱意を持って説明いただいた点も印象的でした。他方で、今後の改善が期待される点をいくつか共有させていただきます。まず、開発インパクトの発言経路とその結果、どのくらい大きな開発インパクトとなり得るのかという点です。そのイメージこそ示されているものの、発言経路を具体的に特定し、最終的にどの程度の規模感の開発インパクトが実際に発言し得るのか、もう少し丁寧に説明していただけるとアイデアの説得力が増すと感じました。次に、革新性については、市場における他のソリューションと比較していただけると、その国際競争力や比較優位性が分かりやすいとの印象を持ちました。最後に、ビジネスとしての拡張性ですが、アイデアをどのようにマネタイズする計画なのか、持続的なビジネスとして発展させられるのか、さらに具体的な説明が重要と思いました。今回応募いただいたアイデアを拝見して、その幅広さは予想を上回るもので、日本のスタートアップの潜在性を強く感じました。
IDB ラブとしては、中南米カリブ地域において、日本のスタートアップの革新的なソリューションを一層活用したいと考えています。日本の ODA 実施機関である JICA の協力も得つつ、そのような日本初のソリューションを引き続き発掘できればと考えています。株式会社イノプロビゼーションの代表をさせていただきます、ザンマと申します。私自身はですね、オープンイノベーションを NTT データという会社ですね、7年間、世界20都市のコンテストを開きながら、新しいビジネスを開いてまいりました。まあ、その中でもですね、中南米、こちらの方をですね、ブラジルですとかチリですとか様々なところで、イノベーションを一緒に作ってきたというところもありましたので、まあ、今回ですね、このようなプログラムに参加させていただいたことを非常に嬉しく思います。まあ、私が今回ですね、査定させていただいたというようなポイントはですね、まずはやっぱりこうパッションがですね、非常にあるかどうかということをですね、非常に重要視させていただきました。というのもですね、やはりある意味知らない土地に行ってですね、新しいことを成し遂げるということに関しましては、必ずうまくいかないんですよね。間違いなく。なので、何度も何度もやっぱりこう心折れることがあると思うんですよね。で、その心折れることをですね、乗り越えて、新しいことを実現していくというような、やっぱりこう情熱がですね、ほとばしる方をですね、私は中心に選ばさせていただいた次第でございます。まあもちろんですね、技術ですとかビジネスモデルですとか、ああいったところもですね、素晴らしい方々が集まっていただいたので、まあそういうのも加味してはいるんですけども、やっぱり最終的にはですね、諦めない心ですね。そして、自分自身をですね、まあ表現し、そして、まあ現地の人たちの喜ぶ姿を見ると。いうところにですね、情熱を置かれている方、こういった方々をですね、何としても新しいビジネスを作る、もしくは新しい社会課題をですね、解決するヒーローとしてですね、活躍していただきたいということで選ばさせていただきました。日本の英知をですね、ぜひとも世界で生かしてほしいと。世界を変えるのはですね、やはりこの日本の真面目な方々、そして技術力のある方々、そして情熱あふれる方々、そして世界の輪をですね、重んじる方々、こういった人たちが絶対に世界でですね、これから日本人は活躍できるというふうに思ってますし、それをぜひとも日本の社会課題、こういったところにもですね、フィードバックループとして回していただくことによって、一人一企業、ね、そういうのを私は目指していただきたいと、心から思ってますので、何度もチャレンジしていただきたいというふうに思っております。本当に参加させていただきまして、どうもありがとうございました。次なる参加の皆様をお待ちしております。ありがとうございました。皆さん、こんにちは。データセクションの代表を務めております、林と申します。本日、この審査のプロジェクトに、審査員として参加させていただきました。データセクションという会社はですね、すでに実は南米にリテールテックの領域で進出をしている会社です。なので、この審査をさせていただくにあたって、非常に楽しくさせていただきました。で、特にですね、重視して審査したポイントなんですけれども、一番根本的なポイントは、やっぱり何がこの企業のユニークなものなのか、技術なのか、ビジネスアイデアなのか、それともすでに実績のあるプロダクトをお持ちになっているのか、そういったことをベースとしては判断しました。そのベースがあった上で、やっぱり3つ観点がありまして、1つ目はなぜ南米なのか、それは土地的な観点なのか、それともなければ国の社会的な課題に対してしっかりと思考が入り込んでいるのかですとか、あと2点目はやはりビジネスモデルですね。で、特に海外事業ですと、ただ単純に技術があるだけとかアイディアがあるだけだと、かなりこう成功する確率というのは難しいと思うので、やっぱりその土地土地に合ったビジネスを展開できるようなモデルがしっかり構想でも構わないので描けているのかどうかというところは重視しました。で、最後にこう3つ目としては、それが経営チームのバランスっていう点なんですけれども、やっぱりそのビジネスモデルが最初から完全にこう描かれているかどうかというところではなく、むしろそこで抜けている課題というか観点があったとしても、その経営チームのバランスによって、やっぱりその欠点をカバーできている人材が揃っているのか、そういったところは審査の時に非常にポイントとしては見させていただきました。
そういったですね、ポイントを頭の中に思い浮かべながら、まあ、皆さんのピッチを伺ってたんですけれども、全体の印象としてはですね、もう正直言うと、すごい経営者の方々のパッション、それにすごい逆に僕がですね、刺激を受けるぐらいの熱いピッチが多かったです。次世代のこの翼プロジェクトをどん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 こう盛り上げていくためにもですね、まあ、僕を含め、うちの会社を含めですね、このスタートアップで選定された企業さん、まあ、ここがですね、どん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 中南米で成功モデルを築き上げていくと、これが本当に次世代につながることだと思いますので、ぜひ一緒に頑張っていきましょう。ケア DX ソリューションズ株式会社の CEO の鈴木でございます。過去、中南米5カ国でですね、数年間、新規事業を立ち上げておりました。弊社、テラ DX ソリューションズの紹介をさせていただきますと、建設業界の DX 化を推進している企業でございまして、弊社がやりたいこととしましては、日本から世界に通用するメガベンチャーを作り、次のトヨタ、ソニーを目指す、今年創業したスタートアップでございます。今回、翼の審査にて、特に重要として見させていただいた点はですね、売れそうかではなくて、本当に売れるのかと、こういった視点でですね、審査させていただきました。実際私、南米5カ国以上でですね、ビジネスを経験した中、売れそうでも売れないことが山ほどあります。現存の手段に買われるほど顧客価値が高いのか、つまり顧客が困っているのか、という視点でですね、拝見させていただきました。その中で、全体的な印象としまして、革新的、そしてですね、面白いアイデアがたくさん多く出ているな、という印象でございまして、あとはですね、南米の実地にて本当に売れるのかと、こういったですね、視点でですね、検証を早く推進していただきたいなというふうにですね、期待もしておりますし、楽しみでございます。最後にエールですが、私自身、アジア、欧州、アフリカ、北米、南米と5大陸でビジネスを経験したことがありまして、その中で特に南米は距離の面でも日本から遠く、簡単に進出できないですし、文化の面でも違いが大きくてですね、他の大陸と比べて、また一味違う難しさがあると思っております。そういった困難な状況の中で、一度南米を目指したですね、皆様にはですね、大変期待しております。特にですね、私が大事にしている本当に売れるのかというですね、ビジネスを見極めるフェーズではですね、本当に楽しくもあり、苦しくもあると思いますが、必ず突破するんだと、そういった強い思いでですね、頑張ってほしいです。では、応援しております。